ございます。よろしいでしょうか。失礼します。申し訳ありません。私、気が利きませんでした。ドクターのメイドになると決めたのに。気にしないでください。朝食の支度をいたします。お待たせしました。飲み物は紅茶でよろしいでしょうか。すみません。在庫が切れてしまって。予定では明日運搬船が来るはずなのですが。予定はどうなさいますか。では、本日は休ませていただきます。
どういうわけか鍵がなくなっちゃってたのよね。鍵ならジェーンの机の下に落ちてましたけど。またお前か。ちょっと待ってろ。
前は何をしに来た。操ってるわけではない。奴らどういうわけか俺の意思には従うらしい。そんなことよりお前だ。危険を承知しながらなぜ何度も俺の前に現れる。ことと次第によっては撃つ。続きを話せ。それが俺と何の関係がある。お前らが昨日話していたあれか。お前は何を見てきた。だからこの俺に話を聞こうと思ったのか。残念だが奴らは違う。俺はこの島で何十年もこの暮らしを続けているが、奴らは俺が来る前から町に住み着いてた。荒れ果てたあの町に戻ってきた時、無人のはずの建物の地下に奴らがうごめいているのを見て、俺は亡霊の類を目の当たりにしたかと思ったものだ。だが奴らはそんなものではなく、どういう方法でか確かに生きてるらしい。奴らが何なのか俺にもさっぱりわからん。ただ今度のようなことは初めてだ。奴らは屋敷の中の何かに反応して動いてる。まるで引き寄せられるように、魔物に見入られた招かれ人のように。いや、そうとも限らん。テオは同じことを繰り返そうとしているのだ。50年以上前のとっくに終わったはずの悪夢。お前たちの話を聞いて俺は確信した。あの時と同じだと。生き延びるためか。今度もまた自分だけが生き延びるためなのか。テオ・パドリーノ、貴様はどれだけ切り刻めば気が済むんだ。くそ。
悪かった。お前はもう帰れ。そして二度と会いに来るな。それにたとえ来たとしてももう無駄だ。俺は手を。帰れ。俺はお前の役には立てん。何？面白いことを言う男だな。日本人。俺は昔日本人に救われたおかげで生きている。遠い昔のことだ。お前も。あの時の大使館の男たちも、日本人はみんな。だな。すみません、こんな時間に。少しお話ししてもよろしいでしょうか。つもりでしたから、今思うとなんか恥ずかしい気分です。私少しツンツンしてましたよね。それほどでもなかったはずですが。信用できたのかな。
ても素直な方だと思いましたから。それは多分ドクターと私の距離が縮まったから。言いますね。私もドクターがとても優しそうに見えます。随分突然ですね。私、お話があってきたんですけど。けじめはつけましょう。でも今夜だけは許してあげます。はい。でももういいんです。なんとなく答えが出たような気がするので。私、どうして自分がメイドにこだわってたのか、それがわからなくなってたんです。この島に来て、最初のうちは単純に薬を取り戻すことだけを考えてました。でも、自分の理解を超えることばかりを見続けて、わかってたんです。自分一人ではどうにもできないって。私を助けに来てくれたらと、もう何度も思いました。その度に、ますます一人でいる現実を思い知らされて寂しかったんです。何かに縛られてないと、魂が溶け出してしまいそうなほど。霧に閉ざされた海、何もかも溶かしてしまう夜、私の魂は今もあの海を漂い続けているのかもしれません。